こんにちは、さゆたかさん、はい、今の SNSX では、はい、有原方式という言葉がですね、トレンドの上位に行っていまして、なるほどね、それ何のこっちゃと思って見ていたら、上沢投手がどうやら来シーズン日本球界に復帰するのではという記事が出てきました、まあ、復帰するだろうね。あ、早い。いやもう向こうでは通用しないでしょ、うん、まあ、と思うし、はい、日本球界に戻るかなという、まあ日本ハムでしょ。おー、もう結論が豊さんの中では出ましたけれども、うん、それだともう1分も経たずにこの動画終わっちゃう。もう動画終わってもいいよ。まあ、なんか詳しい中身ちょっと詰めていきたいんですけれども、はい、そもそもレッドソックスの傘下 3A ブースターから、まあ、噂としてと FA になるという形で今シーズン終えたんですけれども、はい、9月中旬に右肘、まあ、痛めてやっぱ途中帰国をしていたと、うん、で、まあ、日本でちょっとリハビリをしていたんですけれども、来シーズンどこでプレーするかというのは現在代理人を通じて日米含めて両方話し合っている状況というところなんですけれども、どうやらやっぱりこの家族に非常に迷惑をかけたので、やっぱりその家族のためにもっていうところで日本球界に復帰という方に気持ちが傾いているのではないかと言われています。で、12年間在籍して育ててもらったファイターズに一番思い入れがあります、うん、ただどの球団でも話をいただけるのであればもう結構ですというのではなく、一度話を聞きたいと思っています。プロ野球選手はそんなに長くできる職業ではありません。今年は家族には本当にわがままを聞いてもらってアメリカに行かせてもらいました。練習を続けながらオファーを待って、将来についてしっかり考え、自分がどうすべきか決めたいと思っていますというふうなコメントを寄せました、うん、まあこのコメントを聞くとさ、はい、まあアメリカはないなと思うよね。そうですね、まあ、家族っつってさ、うん、何しに行ったんかね。いや、ね、家族って言いながら、うん、日本の話をよく聞きたいと、はい、いやまずはやっぱり日本ハムに戻りたいって素直に言えばよね。まあそうですね、うんうん、戻してもらえないかなって、はい、それやるのがもう筋だしみたいな、うんうん、まあ、そこでね、去年できなかったことを来年に向けて表現していきたいみたいな、はい、うん、そこがかっこいいと思うけどね、ま、なんで他の球団の話聞くって。そんなポスティングで行ったんだろう。そうです、ポスティングで行ってて、うん、一応権利は日本ハムは親心で話はしてるけど、はい、それでいいのかなと思っちゃうよね、うん、まあ、そうですね、ファンもそうでしょうね。いや俺は納得いく回答ではないな、それは。そこはもうやっぱり豊さんがやっぱ見て気持ちいいな、ファンで気持ちいいなと思うのはやっぱり日本ハムにはそうだね、日本ハムのね、うん、まずは日本ハムとお話をさせていただき、うん、まあ、日本ハムに、ね、しっかり収まるのが筋だし、うん、まあ、それが自然な形っていうふうに俺は思うんだよね、うん、でそこで仮に、まあ、話がこじれたりだとか、はい、いやお前ポスティングで行ってて何もできずに我々に迷惑かけただけだろうって、はい、言って年俸もかなり抑えられるんだったら、うん、いやもうそれだったら生活があるんで、うん、ちょっと他の球団も聞いていいですかって言って、うん、それから門を開くんだったらいいけど、はい、まあ、鼻から、うん、いや他の球団もいい話は持ってきてくれるんだったら話聞きますとしか聞こえてこないんだよ。あの聞こえがどうしてもイメージが悪くなってしまう。悪いんだよね、まあ、俺が年取ってるからかも分かんないけどいやでも俺はそうでしか聞こえないんだよね、うん、いくらでもいいから日本ハムさんに一応ね、はい、お伺いを立て申し訳ありませんでしたと、うん、まあ、こういう形になってもう一度っていうような話だったら俺はすごく応援したいなっていう気にはなるけども、何様なのかなと思っちゃうよね。まあ、これで有原方式というこのなんかねワードがトレンドに上がったのは、いわゆる有原投手が日本ハムからメジャーに行ってすぐ帰ってくるときに日本ハムではなくまあソフトバンクに行ったという経緯があることから、この日本ハム経由のメジャーの1年後とかそのぐらいで帰ってきて他球団に行くことをこう有原方式というふうに言われるようになったみたいなんですけど、この有原投手の時っていうのは結構あれだったんですか、日本ハムのファンからやっぱり批判っていうのは。やっぱ金額が違ったんじゃないの、ソフトバンクとの日本ハムと。それは日本ハムは日本ハムで、うん、やっぱ育てたっていうことがあるからさ、うん、ねえ、うん、まあ、そんなに勝手に出て行ってさ、うん、こっちが認めたのに、はい、優遇までして取りたいとは思わないよね。ああ、そっかそっか。いやだからね、もうルール決めよう。お、ルール、新たなルールを。もうね、うん、FA で行くか、はい、もうポスティングだったら1年前、はい、
海外 FA を取る1年前しか認めないって、うんうんうん、もう1年だったらいいでしょ、もうもうそこの1年、いやポスティングで行ったとしても、うん、帰ってこなくても、はい、ねえもうそうしよう、その方が綺麗というかクリアになると、そうそう、うんうん、もうわがまま聞いてたらキリないし、うんうん、ねいやそしたらもう新たにみんなで会議をして、はい、海外 FA の年数を下げるとか、はい、期間を、うん、でもした方がいいよ、うん、これねもうキリがない、こういうこと言ってたら、そうです、ね、うん、で有原方式とかさ何方式か知らんけど、うん、ねそんな式ばっかり作ってもさもうしょうがないよ、はい、そうですよね、うん、もうねそれだったらもう生かさない、うんうん、ルールとして、もう行くなって、うんうんうん、もうその方がいいよ、そうですね、まあね、うん、行って1年でやっぱり帰ってきて、でねやっぱねプロ野球ってスポーツでしょ、はい、やっぱクリーンなイメージが必要だし、うん、ヒールを作ってもしょうがないよ、はい、いやだからもう1年前ポスティングは認めるんだったらね、うんうんうん、しょうがなく認める、はい、うん、ね、海外 FA 行ったら取ったらもう自由にどうぞみたいな、もうあとは自由ですよっていう、 そうそう、その代わり、まあ、球団もお金が欲しいなと思うんだったらもう1年前手放すのは、そうですね、もうそうした方がいいよ、なんかそうですね、もうそうしないとねもうキリがなくなる、特に今年はそうやっぱりポスティングとか25歳未満とか、そうそう、なんかいろいろごちゃごちゃごだってルールがありながら曲げられてんだもん、そうですよね、うん、でコンプラだね、パワハラだとかね、うん、委員会とか言って、はい、もうコーチが指導もできないような状態になってる、うん、ね、ちょっと厳しいこと言ったらそこに電話かけられる、はい、事情聴取される、うん、もうこれじゃスポーツじゃないよ、うん、ちょっと変わってきて、変わってきてる、だからもういろんなルールがある中で、うん、FA とかポスティングも、はい、やっぱしっかりしたルールを構築しないと、うん、まあ、こういうことになるよね、そうです、だから噂も、うん、その抜け道があるから、うん、そう言ってるだけで、はい、まあ、やっぱこう日本ハムに、ね、好条件で戻りたいっていうのはあると思うよ、そうですね、うん、だけどポスティングで行った手前好条件はやっぱ言えないよね、噂はもうわがままで言っているので、うん、だからその気持ちは分かるんだ、うん、だから他の球団で生活もあるし、はい、日本ハムと行く前の条件と同じような条件を提示されたら、はい、やっぱ心に揺らぐっていうのは分かる、うん、分かるけど人としてどうなんだってお前って、うん、問いたくなるよ、そうですね、ここら辺掴んでお前どうなんだって昔の昭和のドラマで言ってみろみたいな、いやいや可愛くだよ、可愛くですよ、かった、通報されるところでした、こんなんじゃないよこんなんだよ、言ってみろですよね、言ってみろ言ってみろみたいなそれじゃないと言ってみろ、通報されちゃうんで、そうそうそうで聞きたいぐらいの、うん、まあ心境だけどね、そうですね、うん、まあ上沢投手もやっぱりポスティングでわがまま言ってそのメジャー挑戦したからには2年でも3年でも4年でもやっぱり活躍したかったっていう思いは多分そこは強かったと思うんですけど、なんせやっぱり肘のその故障というかそういうのも9月にあって途中帰国せざるを得なくなって、でも9月までの状態がどうだったかっていうとさ、うん、全くチームに貢献できてないじゃん、向こうのチームに、はい、いや肘とかなんとかって言い訳だよ、うん、だってそれは自分が体をしっかり作っていかないと、はい、山本由伸見てみろ、お前肘が痛いって言ったって3年連続投げっぱなしだよ、そうですね、沢村賞を取って、はい、沢村賞を取るってやっぱ完投もしておかなきゃいけない、三振も取っておかなきゃいけない、うん、あれを3年連続続けていってんだよ、はい、それは肘もおかしくなるわ、うん、でも途中で復活してんだよ、そうですね、やっぱすごいよ、うん、彼は、うん、それを比べてみろって、うん、肘痛いなんか言えるかって、うんうん、と俺は思うんだよ、うんうんうん、プロっていうのはやっぱり厳しいっていうことですよね、お前そんな厳しいこと言って大丈夫かっていうような目すんなよお前大丈夫みたいな、皆さんまで不安になってしまいますよね、お前カメラ目線切ってよ、お前大丈夫かお前みたいなでもそれぐらいやっぱりプロはね、いやそのぐらいやっぱりね、お金をもらってそう金額もらってやっぱりやる以上は そこはきちっとっていうのありますよね、うん、いやだからね、まあ噂の気持ちもわからないではないよ、うん、もう選手ってねやっぱわがままなもんだよ、うん、ね、だけど人の意見も聞いてみ、本当に、うん、周りに噂の意見を同調するやつばっかりいたら、うん、お前はいい友達持ってないよ、うん、多分友達の中でも俺と同じ意見を持ってるやつが数人いると思うよ、はい、その意見も聞いてみて、そう言える人間が集まってたらお前いい友達がいるなと思うよ、うん、そうですね、やっぱね筋はやっぱ通さないとね、はい、今後生きづらくなるよ、あそれあの生きるっていうことの上でですよね、うん、そうですね、うん、だからまあそういうレッテルっていうか、うん、そういうの貼られちゃうし、うん、
まあ、野球だけできればいいんじゃなくて、はい、野球で学ぶことって、ね、たくさんあると思うんだよね、うん、でそういうやっぱ義理とか人情だとか、うん、そういうことって古臭いって思うかもわからないけど、人間って心持ってるからさ、うん、いくらコンプラとかパワハラとかいくら時代が違う、いや古いとか新しいとか言ったとしても、うん、やっぱそこら辺はね人は覚えてると思うよ、うん、そうですよね、うん、心だから人間って、人間は最終的にそうですよね、うん、だから、まあ、そこら辺は俺は上沢には大事にしてほしいなと思うけどな、うん、まあ、もちろん代理人がいる以上、そしてもちろんね、日本ハム第一優先で、代理人は金がいいとこ行くから、うん、そうそうそう、だって自分の割合が増えるわけだから、そうなん、だから上沢をどう思うとか、うん、もう商品だから、うん、商品を高く売るのは代理人の仕事だから、そうなんです、これはしょうがないんだよ、はい、だけどやっぱねしっかりしなきゃいけないのは本人だよ、うんうん、このままでいいのか、友達なくさないかとか、はい、そういうことだよ、うん、やっぱね鍵屋の引退試合でね噂が来てくれたよ、はい、ね、中央の後輩だっていう鍵屋がね、うん、俺の大学の後輩だっていうこともあって、あ、噂来てくれたんだって、うん、ね、やっぱああいう舞台に顔出すっていうのはやっぱこう追い目もあったと思うんだよ、うん、で出していいもんなのかなっていうこともあったと思うんだよね、うん、でもやっぱ行ってくれてね、あの鍵屋の引退試合っていうかそのセレモニーに花を添えてくれた、はい、だすごくあいいやつだなと思ってたから、うん、あそういう気持ちがあるんだったらもう一度やっぱこうね足元ちゃんとしっかり固めるような感じで、はい、物を考えた方が、うん、まあ、いいと思うな。そうですね、あのね、今シーズンは日本ハムはリーグ2位で、うん、やっぱりこうソフトバンクを倒さなきゃいけないっていうところで叶えられなかったリーグ優勝だったり日本一を、やっぱ来シーズン上沢投手が戻ってきて、それをこうみんなで、でも日本ハムがさ、うん、いらないって言ったら別だから、まあ、そうなんですよね、それいるとは限らないからさ、確かに、いやいやもう噂いらないよみたいな、うん、言われたらそれしょうがないですよね、まあ、それはしょうがない、あの、うん、いろんな球団ともちろん新庄監督もいろいろ考えてるだろうしな、うん、いやいや噂いらないもんみたいな、うん、思ってる可能性だってあるわけ、まあ、そうかそうか、まあ、勝手な想像で話をして、はい、興奮してて、ね、あれみたいな、違うじゃんみたいな、噂ごめんみたいな、そうだね、なる可能性もあるというゼロではないですもんね、はいはい、そこはもちろんね、日本ハムさんがどういう判断を下すのかっていうのはちょっとわからないですけれども、まあね、はいはい、やっぱりファンとしてはやっぱりそこはあの古巣のところにまず戻ってきてほしいなっていう気持ちがまあ、あの義理を通してほしいなっていうことはあるよね、うん、契約するしないじゃなくて、はい、やっぱりこう表明とすれば、うん、やっぱり日本ハムでもう一度ファンの前で投げたいとかね、うん、まあ、そういう声明は欲しいだろうね、そうですね、ファンはね、なので多分このコメントももちろんもう第一に日本ハムっていうのはあるけれどもっていうところが前提で、でおそらくその後にだからといって他の球団もゼロでとかそういうことではなく日本ハム第一で、その後にもし来てくれる球団があるのであればお話は聞かせてくださいっていうことで多分おっしゃったんだと思うんですけれども、そこに、ね、そうそうそう、ファンが過敏に反応したっていう、苦しいな、まあ、いろいろね、うん、あるでしょうし、まあ、だけど、うん、まあ、まだ年齢的に考えるとさ、はい、決まらないっていうことは多分ないと思うから、ね、まあ、どっかでは姿見れると思うしね、うんうん、でもまあ良好な関係で野球を続けてほしいなとは思うな、うん、そうですよね、はい。